それではまずは試合の感想から。もう練習したことが全くできてなくて、本当情けない試合しちゃったなと思います。ちなみに点数と何点ぐらいですか？0点です。具体的に言うと何ができなかったっていうのは、何がとかそういうのじゃなくて、まあ全てがもう練習したことが全くできてなくて、もうまた一から出直しだなと思いました。実際問題、K1 甲子園リングに上がってみていかがでしたか？いや、もうリングに上がっちゃったら普段と変わらなかったんですけど、まだそうですね、なんか気が抜けてたっていうか、そんな感じです。まあこれでベスト8に進出しましたけども、他に意識する選手誰かいますか？意識する選手とかじゃなくても、次対戦決まった選手をしっかり倒したいと思います。